おはようございます。5月21日朝5時19分の相場解説になります。いや、ちょっと苦戦してるね、この2週間なんですけども、1週間目は全く手も足も出ないような形だったです。でも2週間目の今にしてですね、なんとなく形が見えてきました。で、前回もですね、バイへの航路ということで、まあ、この辺りのレンジに入ったらバイで入りますよ、ここで警戒してここでエントリーしますよって言ったら、まあ見事にそうなったわけですけども、またですね、グッと下に戻ってきて同じようなレンジ帯に入りそうです。今回も同じ戦略で警戒するべきポイントと、それからバイでエントリーするポイント、この2点に絞って相場を見ていこうかと思います。それではね、いつものようにまあデイリーから見ていきましょうか。こちらをどうぞ。はい、デイリーになりました。これね、どう見るかっていうと、ずっと上に上がってきたじゃないですか。そしてですね、ここでまあゴニャゴニャっとしてるわけですよね。で、ロットを取るのはここなんですよね。要するに伸びたところ、こういったところで取るわけなんですよ。ですんで、ここもそうですね、ここもそうです。ですんで、こういうところでは取りにくいんですよね。横ばいに行ったりとか、こう変わり目のところでは。で、ここでも売りで取れてると思うんですけども、さあここでね、問題なのはこちらの1回目の横ばいのところを伸ばしていくと、ここで抵抗体ができるわけですよね。で、まさにこの抵抗体で買ったり売ったりしてるわけなんですけども、ちょっとざっくりしすぎてますけどね。見方としてはこんな感じです。もうもじゃもじゃするところはまさにここなんですよ。で、バスッと進むところっていうのは、まああのロットを取りやすいところなんですけども、今ね、あのもじゃもじゃしてるところに入ってるんですよね。ですんで、下にバスッと抜けるのか、上にガスッとね戻っていくのかが分かりにくいということです。まあ、その中でも、その難しい中でも、やっぱり勝ちを取っていかないといけないですよね。ちょっと4時間見てみましょうか。まあ、戦略としてはね、大体ね、昨日と一緒なんですよ。こういう風になってますよね。ヒゲのダブルボトムがここにあって、まあ、だからね、そうですね。もうこれですかね。ここで大きく巻き戻されてるんで、この辺りですね、やっぱり。警戒するべきポイントっていうのは今もうすでに入ってますよね。だからね、108円の625に達するまでに倍で入った方がいいかなと思ってます。108円の625を突き破っていく、そしてこの水準を超えていったらセルですね。この2点です。だからいいですか、108円の625で倍入ります。108円の545でセルに入ります。この2つに絞って、これからね、相場を見ていこうかと思いますね。で、1時間を見ますね。1時間を見るとどういうことかっていうと、ぐっと下がったところで、前回はエントリーして利確できたわけですよね。で、このまま上の方に伸びるかと思ったら、そうではなくてもう一回下に下がってきたわけですよ。まあ言ってみればここに抵抗体ありますからね。ここへね、ここで戻ったところと、ここで下落の始まったところとが、ここで抵抗体になるわけですよ。まあ、ですので、ここでセルに入れていればさらに良かったんですけども、まあ寝ていましたんでね、入れないというところはありました。はい、それで、今ですね、そうですね、まあ、645で入りましょうか。645、ここでちょっと今回はタイマーを仕掛けておこうかと思います。ここに達したら倍で入ります。108円の645ですね、書いておこう。108円の645で倍に入りますね。あら、じゃあこういうところにしときましょうか、今回は。はい、ではこれで一旦決めさせていただきます。はい、108円の645で倍に入る。これタイマー仕掛けておきますんでね、一つの挑戦でありますけども、まあ昨日に習って昨日と同じような動きをすればうまくいくんじゃないかなと思います。あとは下方は寝てまででございますね。まあでも645に下がりきる前に上に上がることもありますね。その時はまあ諦めます。じゃあ本日もよろしくお願いします。